るで本物の海みたい。え？本物の海水浴場はゴミとか落ちてるから、むしろ本物の海よりも綺麗？そうかもね。キリト君は現実世界でもよく海に行くの？今度連れて行ってくれるのね。ありがとう。少しだけ減ってる。私ったらドジだね。え？手当てをしてくれるの？そんな必要ないんだけど。でもせっかくだから甘えちゃおっかな。じゃあ、優しくしてね。なんか、足をまじまじと見られるのって、ちょっと恥ずかしいの。じろじろ見ないで。え？それじゃあ治療できない？そうだよね。するの上手だよ。ああ、ちょっとまだ痛むな。うん、そうそう、その感じ。キリト君に見られてたら少し治ってきたかも。そう、そこ切れてるでしょ。ああ、でもおかげで痛くなくなってきたよ。ありがとう。仮想世界の痛みって軽減されてるけど、現実だったらって考えるとちょっと怖いね。時間がずっと続けばいいのに。どうしたの？どうしたの？波の音って癒されるよね。この写真は人生の宝物になりそう。海、私は好きだよ。楽しかったね。
なんか夏を満喫したって感じだよ。今日は誘ってくれてありがとう。夏の海でデートしてみたかったんだ。現実だと時間合わせたり移動したり、そう簡単にできないもんね。でもこういうシチュエーションでラストはやっぱり…こうしたかったんだ。ねえ、キリトくん。今日はね、防具を一着買ったんだ。どんな防具かわかるかな？ヒントはね、夏だよ。え、わからない？嘘だね。キリトくんわかってるでしょ。だって、目をそらして気のないそぶりをしながらも、顔が赤くなってるもん。そう、正解は水着だよ。今年の流行のデザインなんだって。もしかして私の水着姿に興味あるかな？最新の水着を見せてあげるね。期待してね。変な意味じゃないからね。もう男の子なんだから。あの水着、現実では着そうにないくらい冒険してるのは事実だし、もしかしたらキリト君興奮して卒倒しちゃうかも。嘘だよ。清潔感のある私らしい健康的な水着です。自分で言うのもおかしいかな。すごく悩んで選んだから、きっと似合ってると思うんだ。さらに妄想膨らんじゃう？じゃあ早速、出かけよっか。近くまで行ってみようよ。日差しが海面に照り返って眩しい。なんか夢みたいな景色だね。ほらほら、キリト君も海をちゃんと見て。え？ま、私の水着姿の方が綺麗だって？そんな恥ずかしいよ。もう、でも嬉しいかな。そんなに似合ってる？ありがとう。頑張って選んだから嬉しいよ。まるで本物の海みたい。え？本物の海水浴場はゴミとか落ちてるから、むしろ本物の海よりも綺麗？そうかもね。キリト君は現実世界でもよく海に行くの？そうなんだ。家でパソコン触ってばっかりだと思ってたけど、意外だったよ。あっちに貝殻がたくさん落ちてるね。行ってみようかな。
キリト君もおいでよ。あっ、いった、はあ、転んじゃったよ。あっ、貝殻でスネを怪我しちゃった。 HP ゲージが少しだけ減ってる。私ったらドジだね。え、手当てをしてくれるの？そんな必要ないんだけど。でもせっかくだから甘えちゃおっかな。じゃあ優しくしてね。なんか足をまじまじと見られるのってちょっと恥ずかしいの。ジロジロ見ないで。え、それじゃあ治療できない？そうだよね。そう、そこ切れてるでしょ。ちょっとまだ痛むな。さするの上手だよ。キリト君に見られてたら少し治ってきたかも。うん、そうそう、その感じ。あー、でもおかげで痛くなくなってきたよ。ありがとう。仮想世界の痛みって軽減されてるけど、現実だったらって考えるとちょっと怖いね。あー疲れた。でも楽しかったね。なんか夏を満喫したって感じだよ。今日は誘ってくれてありがとう。夏の海でデートしてみたかったんだ。現実だと時間合わせたり移動したりそう簡単にできないもんね。でもこういうシチュエーションでラストはやっぱり。